じゃあ本日ラストいきますか。マフェリか。本日ラストマフェリー。僕はね、アリサが好きですからね。あー、もう初手アルカドマジで犯罪。しかもこれフェリアだからな、普通に仕打ちしてくんだよな。うん、仕打ち考えたらこれブルハ捨てるか。お、フィンフィン欲しいですね。相手 F の2に即マフェリを置いて、んで、マジでそっち来んの？しかもそれ強くない？ベルーガか。うわ、マジか。世界一定石やらしてくれんのか。だとしたら、ブルハ捨ては失敗だったか。いや、でもどっちにしてもこれブルハ、あれだな。打てないっていうか。でも、サスター社のコンボめちゃくちゃ使われそう。大丈夫ですかこれ。サスター社じゃないわ。これエクロー社だ。まあ、行くだけ行くか。ちょ、次、バウルス引くお願いましょうか。これ、相手マフェリ使わない可能性もあるのかなこれ。マフェリ使わなくて、もう先にもうエクロー社のコンボスキルゴリッと使ってくる説あるか。なんだったら。うわ、そういう風に来るか。それやべえよな。これ、未だに打ち方わかんねえんだよな、これ。対処方法、実はこれまだわかんないんですよね、これ。まだ未開拓地なんで、これ。これのなんか上手い打ち方あるんすかね。まだ発見してないんだよな。これまだ研究の余地ある感じですわ。まあ、一発こう打っとくか。一旦下燃やしますが。まあ、そこ来ますよね。これ右下 X かな。そうっぽいっすかね。でもファビオ強いんだよな、マジで。ここ行きますか。研究のやつだぞ、アルカードっすね。ちょっとまだこれ把握できてないんで、これダブコ、本来ダ、あの D の2がダブコンなんですけど、あの、アルカード発動しないんで、これで行きますか。おっと、アンチヒール。いや、でもまだ参るぞ、そこであれば。これベルーガ A の4っすね。あー、でもそうか。ベルーガ A の4だと、相手のアルカードの動線で通るか。うわ、しかもこれミンリーのコンボスキル使うと回復、反転術式だな、これ。まあ、でもベルーガ置くしかないな。うわー、これまずい。ちょ、ご利用されそう。これ反転術式されまして、燃やせてはいるんですが、まあ、これ相手、アルカードのコンボスキル使ってくるよな。これもしかしたらパーラ E の位置に置くかもしれないですね。あと、しかも S5 に2枚いるからな、これ。まあ、さすがにそこ来まして、これ F の4打てないんですよ。打つと反転するんで。いや、反転してもいいのかな、これ。燃やさないとダメだよな。ただ1万だぞ。で、絶対守護者はやばいんで。あー、むずいな、マジで。ちょっとこれやってみるか。大丈夫かな。これで燃やしにかかりますわ。まあ、相手はこれ D の位置に入ってくれば、まあ、一応外周なんで燃えるんですけど、うわーお！ここに来てまさかの。マジかよ、もう。そんなキャラクター入ってるんですか？メタられた剣について。これは、万事9っすか？コンボスキル何これ？まあまあ強いんですけど。マジかよ、もう。ちょっと回復するだけ回復するか。あー、もう回復しますけど、普通に回復されまして。マジで言ってる？あ、でも一旦だけなんだ、こいつ。いやー、でも、とはいえきついな。いやー、強え、コンボスキル。普通にマックスダメージ出されていく。いや、こいつ入ってんのかよ。150% が普通に強えな。飛ばせないんですよね。
いや、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンねえよ、もう。ここ行くか。これ、マフェリの動線も普通に通るからな。さあ、耐えるんでしょうか。いや、待って。意外と意外と意外と耐えていく。嘘でしょ、もう。最悪やんけ、もう。そんなことある？どんだけ目立ってんの？マジか、ワンチャンあるかと思いきや、しばかれた。火炎チャクラからの火炎罠っていう、もう火炎にちょっと親を殺されたんじゃないかっていう人とマッチングしてしまった件について。これはやばいですね。対戦、あざした。